おお、マスターではないか。どうしたどうした。何、俺を探しに来た。おお、その包みはもしや。それはありがたい。いや、疲れた時の甘いものはまた格別よ。うん、うまい。マスターには菓子作りの才能があるな。さて、カルデア女子陣営の話によると、俺からも何かお返しがなくてはいけないのだが、実に困った。マスターが喜びそうなものはさっぱり思いつかん。いや待て、あれならばもしやするかもだな。よしマスター、お主が喜びそうなものを持ってきてやろう。題して究極の美食だ。この辺りがよかろう。さてと、それはマスター、これが究極の美食だ。そうとも、これで魚を釣り、その場ですぐに締めて食べる。大物を釣れば腹も減る。ならば釣ったそれを食う。すると肉体はパワーにあふれて、また釣りたくなる。これぞ無限の循環だ。さあ、では一勝負、やってみるとするか。うん、その意気だ。ここは一つ釣りで勝負としゃれ込むか。うん、上々、よく釣れた。まさに入れ食いというやつだ。釣ったそばから食べるのも釣りの醍醐味。おつだったろう。では帰還するか。そういえばカルデアには青い僧兵がおったな。聞くところによると、なかなかの釣り人だそうな。思えば見るからに野生の男であった。うん、合同で釣り大会でも開くとするか。